短期間で上手くなることができるかもしれない、表現して張り合わせていくもの、紋切り型っていうのがあります。こんにちは、ガチで本気の演劇ワークショップ楽園講師の難波義明です。今日は早く演技上手になりたい、一刻も早くいい俳優になりたい、一刻も早く成長したい、何か方法教えてくださいっていう質問がちらほらやってきますので、こういうのやってみようと思います。検証、演技は短期間で上手くなるのか。じゃじゃーん、おう、早く上手になりたいよね、早く成長したいよね。もう台本読んでセリフ覚えるのもめんどくさいね。台本読んだらその世界がバッて入ってきて、よしやろうってバッてやったら、お客さんがわーってなって、うわーってなって、あーってなって、有名になってお金いっぱい儲けてね、で大好きな演劇をやれば やっただけね、もう称賛の嵐、早くそういう人になりたいって思うのは分かりますが、それってそう簡単になれることではないのも分かってますよね。その上でもうそういうね、早く成長したい、早く上手になりたい、短期間で上手くなりたいというのを誰もが考える、誰もが思うという中で考えていきたいと思います。演技は短期間で果たして上手くなるものなのだろうか。ただし前提としてなる人とならない人がいるっていうことは頭に入れておいてほしいです。どういうことかというと、まず難しいのはね、この短期間っていうのをどのぐらいの期間のことを言うのかっていうのがまず難しいのね。それから、前提としてなる人とならない人がいるっていうのもあって、やっぱりほら、なる人ってどういう人かっていうと、自分をうまく扱える人ね、自分をうまく扱える人だったら、自分をうまく扱えない人よりも短期間でうまくなることができますよ。つまりその人がどういう状態で演技を始めたかによって、この期間っていうのも変わってくるんじゃないかなと思うので、これ人によってね、この期間って変わるよっていうことを伝えたくて、前提としてなる人とならない人がいるっていうのを書いておきました。これについてもね、また後で説明すると思います。そしてこの演技は短期間で上手くなるのかどうかということを検証するにあたって、まずみんなと考えたいのは、上手い演技ってそもそも何？短期間で上手くなるっていう時に、この上手くなるってどう上手くなるの？どういう演技をやったらそれは上手いっていうことなの？っていうことをまず考えてみないといけないよね。それを考えると分かってくるんだけど、目指す演技スタイルによって答えは変わってきます。だからある意味短期間で上手くなりますか、ある意味イエスだし、ある意味ノーになります。これ難しい質問なんですよね。だから検証してるわけだけれども、それから今のこの上手い演技ってそもそも何っていうことを考えるときに、僕たちはこれを特に意識します。演技には紋切り型って言われるものと体験型って言われるものがありますよ。あとまあ説明型っていうのもね、僕たちはよく言うんだけれども、体験型っていうのはその役のね、人生を、物語を本当に役と同じように体験しながら、それをエンターテインメントとして見せていくっていうのを体験型っていうふうに僕たちは定義づけてます。それに対して説明型っていうのは、台本をしっかり読み取って、その読み取ったものをみんなでこういう風に見せていこう、こういう風に伝えていこうって言って、その役のね、状況や情景や状況、役の気持ちやいろんなことを表現で説明していく演技のスタイルっていう風に考えています。で、この説明する演技にしても、体験型の演技にしても、どっちにしても大事なのはリアリティっていう風に僕たちは考えてますね。だけどそれに対して紋切り型っていうのがあります。一見すると説明型の演技に近い感じもするんだけれども、説明型というのはあくまでその作品をしっかり理解した上で的確な表現を重ねていって、お客様により楽に分かりやすく説明していこうっていうものに対して、紋切り型というのは、演技ってこういう風にやったらこういう風に見えるでしょ、こういう風にやったらいいでしょ、こうやったらお客様が喜ぶでしょうみたいな、なんていうのかな、ひな型みたいなのを作ってて、それを一生懸命表現して張り合わせていくものっていう風に考えてもらうといいのかなと思います。
まあ、いずれにせよね、紋切り型にしろ体験型にしろ説明型にしろ、自分自身をうまく使うことができなければ、どれもうまくはならないです。深く入っていけないです。だから僕たちはどうしたってまず自分の体を自分がちゃんと認識して、自分の体をちゃんとうまく使えるようにするという訓練はしなくちゃいけないし、それができるようになってから演技が上手になるとかならないとかっていうところに入っていくっていうことだけは皆さんと共有しておきたいところです。紋切り型の演技っていうのは体験型や説明型の演技とは違って、なんとなくそんな感じでできちゃったりするんですね。まあぶっちゃけて言うと、だから紋切り型の演技をまあ目指してそれでいいやっていう人は、もしかしたら短期間で上手くなることができるかもしれない。だから台本がありました。ここはこんな表情で、ここはこのぐらいの間を取って、でここに強弱をつけて、こういうふうにやればお客様に伝わりやすいよみたいなことをちゃんと教えてもらって、その通りに自分自身が演じれば、ね、で滑舌も良くてメリハリがあれば、それはお客様から見たらうまいなっていうふうになりやすいんだよね。だけど僕たちが言ってるこのうまいっていうのは名優って言われる人たちだよね。日本だとそうだな、渥美清さんとかさ、西田敏行さんとかも名優さんなのかなとか、ね、いわゆるこう名優、この俳優すごいよって、ね、もうちょっと古いかな、僕が出す人たち、古いって言ったら怒られるかな、今言った人たちに。でもそういう、こう名優って呼ばれてる人たちのような演技がしたい、そういう演技ができるっていうのが上手くなるっていうことだとしたら、これは短期間で上手くなるっていうことはないって思ってていいと思います。今お芝居やっててね、それこそなんかこう自分が思う評価がもらえない人っていうのは、おそらく紋切り型をやろうとしたって、この紋切り型さえもうまくいかない人が多いと思うわけ。だからこういうことがちゃんとできるように、自分の心理身体をちゃんと自分が思う通りに扱えるように、自分自身がその技術を手に入れなきゃいけないし、そういうふうに自分自身が自分の才能を生かせるようにね、センスを磨かなきゃいけない、それは大前提。その上で人間を理解すること、今この世の中がどうなってて、そういうこう中で人が生きていく人生とはね、人間関係とは、社会とは、生活とは、そういうことを一個一個ちゃんと理解していきながら、その中に自分自身を解き放って、その中であたかも自分が実人生を生きているのかと同じような感覚でちゃんと交流をしていきながら、リアリティを持ちながら、それをエンターテインメントにしなきゃいけない、それをやっていくのが俳優の仕事であるとしたならば、僕は短期間でうまくなるものではないというふうに、結論付けることができます。検証、演技は短期間でうまくなるのか、答え、短期間でうまくなりません。俳優の仕事は生涯成長をし続けるもの、ゴールのない仕事、そして高みを目指せばどこまでも高みがあるから、どこをゴールにするかによってこの期間も決まってくるし、ね、よりいい俳優と呼ばれる存在、お客様がとにかく感動して支持をしてくれる演技ができる人になろうと思ったら、これは生涯かけて自分自身を訓練していく、生涯かけて自分を解放し続けていく、生涯かけて人間理解を深めていく、演技に対する認識を深めていくということを続けていかなければならないのではないでしょうかということを提案させてもらうことになります。俳優が上手くなるため、成長するためには、日々の訓練、日々の学び、経験、そういったものを積み上げていって、そして俳優としての厚みを培っていくことによってのみ上手くなるということができるのです。ぜひね、演技が上手くなりたいと思うのであれば、覚悟を決めてください。生涯かけて自分自身を成長させていく覚悟を決めて、まずはあるがままの自分を、あるがままに知って、あるがままの自分をあるがままに解き放つ、私がどうなのかということをちゃんと理解した上で、この私を生かすことができるセンスを身につけてください。
それを、やっていくことがうまくなるための一番最初の第一歩だと思います。僕たちはそれを日々のエクササイズ、リラクゼーションや五感の訓練といったもので培っています。今日はここまで。もしね、そういう自分を生かすための、ね、エッセンスを磨く方法を知りたいなと思ったら、ぜひここ参加してみてください。みんなでね、本当にそのことに焦点を当てて、みんなで学んで、みんなで訓練していきます。そして、今日のこの動画を見て、あ、なんか演技って自分が思ってたより面白いものかもしれない、難しそうで大変そうかもしれないけど、なんか演技をしていくのに、なんかこう今までの自分の価値観が変わっていくかもしれないという予感を感じた人、ぜひチャンネル登録をして他の動画もぜひ見てほしいなと思います。難波義明でした。9月に山中湖で演技合宿をやります。詳しくは概要欄を見てください。